今回はペンライトの比較です。まず一番上にあるのがスルーナイトの TI-4。2番目がジントスの LU-707。3つ目が同じくジントスの LU-190。まずスルーナイトの TI-4 から見ていきます。ボタンはこのように金属製になっています。クリックして点灯、半押しでコードを切り替えることができます。2回目のコードの切り替えで最後にフラッシュモードになります。次がジェントスの LU-707 です。こちらはコードの切り替えはなく、押し込むと点灯します。また半押しでも点灯させることができます。最後がジェントスの LU-190。 こちらも LU-707 と同じで半押しでも点灯できますし、押し込んでも点灯できます。黒い場所で点灯させる様子です。まずは、スルーナイトの TI-4 コードを切り替えていっていきます。最後はフラッシュモード。次がジェントスの LU-707。 最後がジェントスの LU-190。 ライト TI-4 とジェントスの LU-707 のコードを比較様子です。最高コードでは TI-4 の方が明るいです。ジェントスの707と190の比較です。それぞれ用途が違いますので明るさも違います。LU190 の方はかなり暗めになります。